それでは萩原選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。うまあ乾杯ですね、まあ。ここは勝ちたかったですけど、自分の実力不足です。なんかこう、朝倉未来選手に負けた時の表情とはまた違う、こうちょっと清々しいような表情に見えるんですが、こうそれは乾杯というもう。う まあ正直そうですね。勝てたと思ってた。試合やったんで <laughs> で。今試合内容的にもその自分のワンミスを決められた感じだったんで。ん、まあなんかちょっと違う気持ちですよね。その1ラウンド早々にこう。あのパッキックが当たって相手がこう。ちょっと倒れ込んだ。そこにこうすごく今までで一番勢いがいいこう。踏みつけ。 をされていたと思うんですがもうあれで仕留めるぐらいの勢いで飛び込んだ感じだったんでしょう,かうん、まあ、あれで,そうです、ね、仕留める勢いで踏みに行きましたねあと先ほど、今自分のミスの話をされたと思うんですが具体的にはどこでこうミスをしてしてまったと、まあ、あの三角の形に入ったときにその引き抜こうとしてしまったというか結構、練習では。 グラップリングではあの逃げ方でよく逃げるとったんですけど、まあ、ちょっとそのグローブが引っかかったっていうのとドミネーター選手の足のクラッチが結構深かったんで,で引き抜こうってしたときにまあさらに深く入っちゃったんで、まあ、そこが自分のミスをまあ拾われて決められたかなと思いますねまあその寝技はたくさん今練習されていると思うんですけれどもき、まあ、今日の試合でまた課題 また今後伸ばしていきたいところが見つかったというようなところでしょうか。そうですね。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますか。うん、まあ、とりあえずちょっとしばらく柔術とグラップリングを。ちょっとやりこう思うかなと思ってますね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 確認なんですけどもあの最後、決まったのは、えっと、締めですか、肘ですか、肘じのほう、あそこであの技がくる、三角固めがくるっていうのはどうでしたか、予想できなかったそうですね、全くそこは予想してなかったです、ね、結構あの、山下選手のこうリ,リストを持っているコントロールが昔からうまいじゃないですか、その辺の対策というのは。 その辺の対策もしっかりしとったんですけどあのあ,あいう形でその腕を固められて三角,に三角締めをされたことが初めてやったのでまさかあそこから来るとは思っていなかっちなみに最初の,あの後ろ蹴りがうまく決まりすぎてなんかこうちょっとペースが逆にペースが狂ったみたいなのがありますよ。 まあそういうのは全くないですね、それも全部、初めのバックスピンキックも作戦のうちに入っておったんで、まあ、そこで、お前が終わったばっかりですけど、えー、山瀬選手にはリベンジの気持ちはありますか。まあ、そうですね、まあ、リベンジもしたいですけど、まあ、とりあえずはちょっと。 自分の,その苦手なところ、やらないとあかんところを、ちょっと集中的にやり込もうかなと思いますね、まず。じゃあ、ちょっと連戦を一時ストップして、ちょっと練習期間に置きたいという。まあ、そうですね、そういう期間をちょっと作るのもありかなというのを思ってます。